どうもシュンス TV です。普段撮影しているトイストーリールームは隣の部屋になるんですけど、今からですね隣の部屋に入っておもちゃたちに挨拶をしたいと思います。さておもちゃの皆さん、おはようございます。いやーみんなそれぞれ楽しそうで、おガールズトークしてる。いや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 、ガールズトーク、女子会ですよ。バターカップとハムは結構仲がいいみたいですね。いやーなんかみんなすごいね、楽しそうに遊んでますよ。サニーサイドメンバーもいい心になってくれて本当に良かったですね。こっちもすごく楽…なんかアルがボニーにプロポーズしてるみたいで、なんか嫌だな、なんか。いやーなんかね、ちょっと日差しがすごいな。いや日差しがすごいですけど、お警察署じゃないですか。警察署ポリスステンチ、ここの安全を守ってくれてありがとうございます。当然です。シュンズ TV の安全は私たち警察が守ります。いや素晴らしいですね。ちょっとね、警察署の皆さん、今日はちょっとだけ下に降りててもらっていいですかね。チャッターホンもね、警察署の仲間らしいんですよね。まあ警察署に電話は必要ですからね。そしてレニーもですね、はい、レニーもこっち側にいてください。なぜならですね、ちょっと今からここを使いたいんですよ。そしてこの日差しを使いたいんですよ。さあウッディ君、ウッディはどこにいますか。ウッディはいた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 。いやー実はね、私シド・フィリップスの大ファンなんですよ。どういう意味かわかりますか。シド・フィリップスはおもちゃをいじめることで有名なんですよね。さあウッディ君、今日も楽しく遊んであげますからね。へへへへ、裏切り者をどこに隠したのか言え。さあそれでも白状しないのか。それでも白状しないならウッディこれを使うぞ。じゃじゃーん、虫眼鏡。虫眼鏡を使ってウッディ君のおでこに日差しを当てたいと思います。うわわ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 、ウッディちょっと日差しを当てたら、ウッディのね、額のところ、ここ、額じゃないや、ここ、おでこですね。おでこのところ、ね。うわっ！ウッディ！やばい！やばい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 ！虫眼鏡当てたら、あっ！跡が残った、ウッディ！大変です！跡が残っちゃいましたよ！さあ、私はですね、おもちゃに挨拶終わったので、ん？何の音？え？うわぁ、いなくなってる。ウッディがいなくなりましたよ。ちょっと待って、どこに行ったんですか。ウッディどこ。ああ、ウッディがバズに助けを求めて、そしてバズに空手チョップをやらせてますよ。うわぁ、空手チョップでバズに助けを求めてる。ウッディごめんね、おでこに跡もついてないよ。実はこれドッキリでした。皆さん、今ですねダッキーとバニーとドッキリ対決をやってる最中なんですよ。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけど、前回の剣をしゃもじに縛り付けるドッキリ、あれはダッキーとバニーが考えました。そして今日のドッキリは私が考えました。どっちの方が視聴率が高いかというドッキリの戦いなんですけども、ダッキーとバニーは悪知恵が働いて手強いですから、なかなかの強敵ですけどね。ああ俺たちが負けるはずがないだろ。シュンズ TV に絶対勝つようなダッキー。まあでも私もちょっと頑張ってダッキーとバニーに負けないようにドッキリをやっていきたいと思います。今日はですねシド・フィリップスの真似をして、ウッディをいじめるふりをしたいと思います。実際にはいじめません、かわいそうですからね。いじめるふりをしたらウッディはどういう反応するのかを見てみたいと思います。いやーウッディ本当にごめんね、
これは本当にドッキリでございました。で、皆さんちょっと今回ですね、虫眼鏡を使ったんですけど、これ実際映画でシド・フィリップスがやってたことなんですけど、絶対にこれはやめてください。あの虫眼鏡はめちゃめちゃ危険なものです。本当に火が出たりしてしまうので、これは絶対に使わないでください。私は何回も言いましたからね、絶対使っちゃダメですからね。ということでですね、当てるふりをしました。まあウッディはですね、とっても怖がっていましたけども、絶対にウッディのこといじめないから安心してね。元気かよ相棒。それで今の気分は？いや、よかったです、よかったです。それにしてもダッキーとバディとドッキリ対決しましたけども、ぜひ皆様、本日の私の動画が勝てるようにしていきたいと思います。なぜなら今回負けた方の罰ゲームがかなりやばい罰ゲームなんですよ。私が負けてもやばいし、ダッキーとバニーが負けてもかなりやばいことをやることになりますので、罰ゲームが本当怖いんですけども、なんとか勝利したいと思いますので、では皆さん、またお会いしましょう。さようなら。おい、これを見てるやつら、昨日の動画を見てくれ。俺たちが考えたドッキリだ。俺たちが絶対勝利するよな、ダッキー。当然だ。だから昨日の動画をいっぱい見てくれ。ジュンズ TV に罰ゲームさせたいしな。ちょっと、ダッキーとバニー、私の質問コーナーです。どいてもらえませんかね。まったく、こいつ苦手だよ。ああ、怖いよな。うるさい、警察仲間で逮捕しますよ。わかったわかった。抜けばいいんだろう。皆さん、お騒がせしました。ポリスステンチーの質問コーナー。ポリスステンチーに質問です。リンゴちゃんみたいにゴーストステンチー出ると思いますか？いいえ、私たちおもちゃはゴーストになったりはしません。きっとリンゴ特有のものでしょう。なのでゴーストステンチーは現れないと思います。でも私の胸にはいつでもステンチーがいます。ポリスステンチーに質問です。ステンチーに最後に言いたいことはありますか？今まで私の後ろにいてくれて本当にありがとう。そしてステンチーのこと大好きです。これからもずっと忘れません。ポリスステンチーに質問です。どうしてステンチーとくっついた人形なんですか？シュンさんが私を作った時とステンチーを作った時、それぞれ別々の思いで作りました。なのでそれぞれの感情が生まれてくっついたんですね。それでは皆さん、私の警察仲間のチャッターホンの質問コーナーをスタートしたいと思います。ではチャッターホン、よろしくお願いします。皆さん、私に質問コーナーなんておこがましい限りです。チャッターフォンに質問です。なんでチャッターフォンは電話しないと喋れないんですか？私は電話のおもちゃとして作られたんです。なので私は電話としてじゃないと会話ができないんです。チャッターフォンに質問です。本当に電話かけれるんですか？アンティークショップに電話したり、サニーサイド保育園に電話したり、そういった人間が電話するような場所には電話はできません。あくまでもおもちゃとして存在しています。チャッターフォンに質問です。チャッターフォンはベンソンとジョンソン、小西さんのことはどう思ってますか？私はステンチーほどではないですが、臆病な方です。なのでベンソンやジョンソン、小西さんのことはとても怖いと思っています。でも隠れていれば大丈夫。なので皆さん、ひっそりと隠れていましょう。チャッターフォンへ質問です。なんでそんなに頭がいいんですか？私は決して頭が良くありません。でもそのように思っていただけたこと、非常に感謝いたします。これからもシュンズ TV の安全を守る警察署としてやっていきますので、よろしくお願いします。そうそう、過去の動画でアイデアをいただき、新しく警察仲間にお猿が加わりました。 Twitch はサニーサイドメンバーでグループを組んでるからということで断られましたが、見張りの天才のお猿が警察署の新しい仲間になりました。どうしたんだお猿、落ち着きなさい。
皆さん、また必ず見てくださいね。あばよー。